ハッピーツリーフレンズ。ハッピーツリーフレンズ。ハッピーツリーフレンズはアメリカ、モンドメディア制作によるフラッシュアニメ作品。1999年に公開されたバンジョーフレンジーという話がルーツになっている。作品は一見コミカルで可愛らしいが、残虐でグロデスクな表現が毎回ある。略称は HTF、ハピツリ。p g 1 0に指定。 暴力表現の区別はカートゥーンバイオレンスとされているゲーム版ではブラッド,オンドゴア。この作品の特徴を一言で言うと血と臓器にまみれたシュールでグロデスクなギャグアニメというようなものになる。主要な登場人物のほとんどに声優が当てられているが明確なセリフはほとんどなくきちんと聞き取れるものはハローやカモンなどの簡単なものが多い。それ以外は 笑い声や断末魔、美音などの効果音的なものが多い。一見すると、可愛らしい動物たちが登場するコミカルな子供向け風のアニメだが、最後には多くの物語で登場キャラクターのほぼ全てが生産な死に方をして終わるというものである。登場人物が一人か二人の時は死なずに大怪我をするだけで終わる話も極めて少ないながら存在する。同じ話の中で、 同じキャラクターが何回も死亡する話、現実に起こった場もキャラクターの妄想上で起きた場合も存在する、キャラクターが息を吹き返す話もわずかに存在している。ほとんどの場合、死亡原因はキャラクター自身のミスから起きる理不尽な事故であるが、中にはオカルトチックな話も存在する。加えて大きな特徴として、他のモンドメディアが制作するアニメーションと異なり、 銃がほとんど登場しないということがある。件によれば、トゥ o e a s 簡単すぎるとのこと。一話ごとに完結する形式のため、別の話に、怪我や死が持ち越されることはなく、いくら殺されても、別の話では、何事もなかったかのように復活し、また新たな惨劇が繰り広げられる、いわゆるパラレワールド。また、この作品では、登場回数が多ければ多いキャラクターほど、 死亡率が高い傾向にある。ただし、トラブルメーカーであるランピーやフリッピー、スプレンディドなどは例外。死のボーダーラインは曖昧であり、棒や刃物が腹部に刺さっただけで死ぬ場合もあれば、体が真っ二つになったり、首がもげたり内臓をえぐり取られたりしても短感だが、生きている、動いている場合がある。体がバラバラになっても目が動いたこともある。映像だけを見るならばかなり残酷であるが、 その唐突な、そして残酷なシーンそのものがギャグになっている人間なら無傷か軽傷程度で済むアクシデントでも体がバラバラになる内臓が飛び出すなどして死んでしまう。加えてストーリーには棒を持って走り回ると危険悪いことをすれば罰が当たるなどの偶話的要素も含まれている。各話のエンドクレジットの後にはナイスメッセージフォーザキッズ 子供たちへの良い,いメッセージが存在する。例えば、虫歯の治療から事故に発展する話の場合では、ブラッシュフェターエブリーミール、食事の後には歯磨きをしようといった具合である。ただし、実際には、アニメの最初に、暴力表現があるため子供には見せないことという趣旨の注意書きが表示される。戦闘的な部分も見られる、フリッピーの暴走や、スニッフルズのあり対地作戦など、 他のキャラクターを殺害するキャラクターは大抵決まっている、スプレンディド、フリッピー、ランピー、ザモール、ポップ、アリなど。彼らの死亡率は低く、現実の人間以上の丈夫さをも発揮する。その丈夫なところはキャラクターによって異なる。例えば、フリッピーは火炎や爆発、ランピーは落下、スプレンディドはほぼ全て丈夫であるなど。また、ザモールは、 天才的な運の良さを持っている。株は場合にもよるが、痛みに対して異常な体性を持っている。また、映画のパロディーと思われるストーリーもいくつかある。もともとストーリーの出るペースは遅かったが、モンドメディア型作品も多く手掛けるようになったからか近年は特に出るペースが遅くなっており、特に2011年12月に公開された、クロースフォーコンサーンは、 前作から実に1年3ヶ月以上開きがある。2014年3月に公開された、ドリームヨブ以来、一つも、新エピソードを出していなかったが、2016年12月に、新作、ゴーイング・トイズ、A 番組ほか、前後作品が新しく公開される予定である。特別な作品もいくつかある。特定のキャラクターの死亡シーンを集めた作品のほか、番外編などが存在する。 2013年以降では、ハッピーツリーフレンズの公式ゲームアプリのリリースに伴い、それに関するエピソードも出てくるようになった。ミスター・ピクルス以外は全て擬人化された哺乳類であり、人間はほとんど登場しない人骨が見られる話や人がピクトグラムとして登場する話が存在しているが、人間がいたかどうかは定かではない。外見の特徴として、鉄波であり、 例外、スニッフルズ、花はハート型、銅、ダンピー、スニッフルズ、そして黒目の形は黒くした、パックマンのよう形をしている、銅、ダンピー、ナッティー、ザモール、黒マーモットことが挙げられる。服を着ている者とそうでない者がいるが、どちらも両腰あたりにポケットがある。臓器は人間にほぼ近い形、配置になっている。キャラクターの性格に変化が生じることは、 あまりないが、身分や、職業などについては、話によって異なる場合がほとんどである。また、ほとんどのキャラクターの体は、非常に耐久力がなく、手を窓に挟んだだけで切ってしまったりする。また、すべてのキャラクターが、他のキャラクターを最低でも一度は殺害したことがある。初期のエピソードでは、お茶会や公園で遊ぶなどといった、子供がするような遊びをしていることが多かった。 しかし時が経つとともにモンドメディアの作品に対する概念や観念は変わり、作品によって子供であったり大人であったりするようになった。この概念の変化によって変わっていくストーリーに影響されなかったのは登場回数の少ないスプレンディドやクロマーモット、常に大人と子供というベアのポップと株などである。他のキャラクターが死亡したり重傷を負ったりしても気づかなかったり、 特に気にしない、他のことを気にすることが多い。自分が大怪我をしても、それまでしていた行為を続行することがしばしばある。仲間が口から血を出しても笑っているということさえある。ただし、自他問わず少しの怪我でも気づくこともある。また、ハッピーツリーフレンズ誕生10周年を記念して、新キャラクター追加の選挙をにて2010年3月1日から3月31日。 米国時間まで1ヶ月間実施していた。その結果、ラミー、ラミーとミスター・ピクル、ミスター・ピクルスが新キャラクターとなった。ハッピーツリー・フレンズ・ウィキ、英語では、それぞれのキャラクターの死亡回数、殺害回数が明記されている。これらの擬人化されていない動物たちはキャラクターたちに危害を加えることが多い。また、 死に方もメインキャラクター同様残酷な死に方をする場合もある。その際、一部メインキャラクターと互い目が X になる時もある。ある日、モンドメディアでが小さなスクラップ用紙に描いたウサギ、後にカドルスとなるが始まりとされている。彼は自分の描いたウサギを気に入り、その後、今のカドルスに少し似た黄色いウサギをポスター用紙に描いた。 そして一番下に、レジスタンスイズ・フートル、抵抗は役に立たずと書いた。彼は、他の人に、自分のアイデアを見せるため、建物の壁中にそのポスター用紙を貼った。スタッフやクルーの人たちはこのアイデアを受け入れた。1999年、モンドメディアはこのウサギを使って何らかのショートムービーを作るチャンスを与えた。担当に当たったのは、オーブリー・アンクラム、ロード・モンチジョと、 ケン・のバーロの三人だった。彼らは、バンジョー・フレンジーという名前のムービーを作り上げた。このムービーは恐竜、後にランピーになったと思われるがバンジョーを演奏している途中に弦が切れ、それを見ていた三人の動物たち、後のカドルス、ギグルス、トゥーシーがそれをあざけ笑ったことに腹が立ち、殺害してしまうという内容のものであった。そしてさらにムービーが作られるようになったため、 モンドメディアはこれらのシリーズにハッピーツリーフレンズという名前をつけたのであった。インターネットデビューして直後の2000年、ハッピーツリーフレンズは予期せぬ大ヒットとなり、月に150万回の動画再生を受けるようになった。また、映画祭などでの上映もするようになった。また、一部の国ではテレビでも視聴可能である。テレビ番組の一部としてではなく、 ハッピーツリーフレンズという番組名で放送する国がほとんど出る。2007年のオズフェストでは大画面で上映された。また、iTunes ポッドキャストでのチャンネル登録数も非常に高く、YouTube でも様々なユーザーのチャンネル登録を受けている。ハッピーツリーフレンズの成功に感動させられたモンドメディアは DVD の販売を開始した。初期から順番に、ファーストブラッド。 セカンドサービィング、サードストライク、ウィンターブレイクと続いていく。これらの DVD にはインターネットの動画再生サイトでは公開されていないエピソードも含まれている。また、これらの動画をすべて1枚の DVD に収めたものも販売されている。二千七年二月、HTF はロックバンドホールアウトボーイ、ホールアウトボーイの楽曲、ザ・カーペル、トンネル・オブ・ラブ、 広大、カーパルトンネル症候群のプロモーションビデオを手掛けている。2014年2月、HTF とコラボしたの楽曲、アンダッキーの PV が公開された。内容は、ハッピーツリーフレンズの映像をバックに曲の歌詞が流れるというもの。オフィシャルサイトにおいて、フラッシュアニメの形で公開されているほか、日本では2006年4月7日より、MTV ジャパンの MTV フラッシャーにて毎週火曜日、深夜23時30分分頃からテレビ、放送されていた。その他、YouTube のモンドメディアのチャンネルにて視聴することができる。また、HMV など、輸入版 DVD を扱っている店舗もある。また現在日本では、フラックスのウェブ、無料、携帯電話、有料、ポッドカスティング、 無料によるものと、ネットフリックスからの配信を行っている。2006年上半期に TV 版も制作され、現在アメリカの G4TV で放送している。また iTunes Store でビデオポドキャスト無料で配信を行っている、e x スプリセットの表示符。その他の国では MTV で TV 版が放送されている。TV バージョンでは Amazon.com で発売しており、 なお、リージョンコードの関係で、日本国内用の DVD プレイヤーでは、再生できない。リージョン1のプレイヤーでなら、再生可能、HMV で扱っている DVD は、フラッシュ版で廃盤となっているが、日本では2008年11月に頼み込むでも、国内版の DVD が発売された。現在は販売終了してる。TV シリーズは日本では、宝島社の DVD ブック、 ハッピーツリーフレンズからみんな大流血編2012年12月刊行とハッピーツリーフレンズいつも大パニック編2014年7月刊行に収録れる形で発売収録順は話数順とは異なるアメリカの TVG4TV TV で放送している1話6から7分程度で放送されておりパート2体と続いている作品もある なお TV シリーズでは、ナッティーやペチュニアの性格が大きく誇張されている、官民依存、潔癖症、各話のエンドクレジットや、最初のナレーション音声は、ディズニーのミッキーマウスをモチーフにしていると言われているが、直接それを、モンドメディアが意識したかは定かではない。現在、TV シリーズの制作は行われていない。モンドメディアの公式サイトにある、フラッシュゲームも、 iOS などで配信されているアプリが多く存在しているが、ここでは代表的なものを挙げる。ステンレスゲームズが開発を担当し、セガから発売された Xbox 360および Windows 用のゲームソフト。3D によるアクションパズルゲームであり、アニメ同様残酷な表現を含むため S 部によるレイング評価ではマチュアに区分されている。このゲームでは、 ハッピーツリーフレンズのキャラクター21匹のうち、ランピーを含む19匹が登場し、ステージは、鉱山、キャンディー工場、病院、物館の4種類となっている。2009年8月30日に配信が開始された、iPhone および iPod タッチ用のアップゲーム。エピソード、キャンプポカナイトの公開と同時に配信された、アップゲーム。 2008年9月に放送された番外編 WA, r ジャーナル、スプレンデッド、S, スーパースクワッ a そしてブッティスとモンキーも一定の評価を得た。三つまとめてカッパオと呼ばれることが多い。本編同様グロテスクな描写があるので注意以下が詳細である。現在はもう声優が役を務めていないキャラクターの関しては緑字で記す。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。